競馬芸人キャプテン渡辺が2年連続単独ライブ開催も、僕は今、お笑い界の朝倉ミクル、ハリウッドザ・コッシショーは僕に興味なくなったの意味深発言。ナンバー1。お笑い芸人のキャプテン渡辺48が単独ライブ、漫談スタイル2を12月4日、月曜日、東京・中野区の野方区民ホールで開催する。キャプテンは昨年、 11年ぶりとなる単独ライブ、漫談スタイルを開催。今年は2年連続で単独ライブを開催することとなった。2012年からテレビ東京系の競馬番組、ウイニング競馬に出演するキャプテン。競馬芸人というイメージが強いが、その原点は漫談を主軸にしたお笑い芸人。 2022年の単独マイク一本で会場の爆笑をさらった。本人はマイク一本真剣勝負。2023年はこの日のためにあった。これを見ずして年越しは正気のサタではないとコメントしているが、今年の単独ライブはどのようなものになるのか。意気込みとともに話を聞いた。ナンバー12月4日まで差し迫っていますね。 去年が11年ぶりの単独ライブで今年は2年連続での開催となりました。やはり味をしめてキャプテン味をしめてじゃないです。大変なんですから。去年は大爆笑をかっさらったと伺いました。それはもう。センターマイク1本で90分のストロングスタイルで。今年もそのスタイルでやります。会場のキャパはどれぐらい キャプテン去年は200人弱でしたね。今回も同じぐらいなんですが、苦戦中なんですよ。2回目って絶対減るんですよ。あと、やっぱり平日、月曜日の公演がね、きつくてね。12月の平日っていうのは、本当によくな,ないですね。年末は忙しくなりますからね。キャプテンただ、どうしても年末にやりたくて、 毎年年末にやるようにしたいんですよ。恒例にしたいんです。ハリウッドザコ、師匠が夏に単独公演をやってるじゃないですか僕は年末に単独ライブをやっていきたいんですよ。あるじゃないですか,お祭りかキャプテンさんもどんどんメジャーになっていってますよね。キャプテンですが、競馬で有名になればなるほど、ライブのお客さんって来ないんですよ。 僕がウイニング競馬を始めてからライブに来てくるお客さんが減ってきましたからね。なんでなんですかね。キャプテン基本的にまずというのは、売れてない芸人さんを応援したい。これは一つ大きくありますね。競馬の仕事とかやってると、ちょっとネタに身が入ってないんじゃないのみたいな、そういうイメージにもなっちゃうんですよね。 純粋なお笑いファンがあまり来てくれない。去年単独ライブを開催したのは、師匠のハリウッドザ・小師匠さん49に、ネタを作れと言われたことが大きかったと、たキャプテン今年は何も言ってくれないんですよね。僕に興味がなくなったのではないかと笑い。はい、でもライブをやるとはご報告しました。何とおっしゃってたんですか キャプテン、オンオンぐらい、笑い。本当に興味ないですね、笑い。ちなみに去年は、こういうネタが良かったな、こういうネタが受けたな、みたいなのはキャプテン、やっぱり受けたのは、クズのネタとかでしたけどね、お客さんは、そういう人が多いんでね。どうしようもないクズしか来ないんですよ。そんなこと言っていいんですか男女比はどんな感じですか キャプテン男ですよ。9割と言ってもいいです。そして僕と同年代の40代の男性ばっかり。で、キャプテンさんのクズネタを自分のことのように笑ってくれたと。今年は去年と変わっているところはあるんでしょうかキャプテン基本的には変えるつもりはないですけど、去年やったことはできないんでね。完全に新作ですね。 本当は僕は独演会をやりたいんですよ。選挙演説ぐらいの気持ちでやりたいんです。選挙演説90分ぐらいの気持ちで。今このネタやった。はい、終わりましたっていう風に流行りたくないです。そういう風にやりたいなと思ってるんですけどね。さすがに90分はそれはできないんで、20分ぐらいはそんな感じでやろうかなと。 今年はどういうネタになるのかちょっと教えてくれませんかキャプテン怒りをぶつけるようなネタをやろうと思っています。皆さったらいいなという気持ちもあります。何に対して怒りを政治にキャプテンいやいや、僕みたいな芸人がそんなネタやるわけないじゃないですかめちゃくちゃ小さいことにですよ、笑い。日常のことにです。 レジで後ろに並んでるのに、レジ終わったら一歩避ければ僕はいけるのに、その場でもたもたもた、あるでしょそういう怒りを。確かにめちゃくちゃ小さいです、ね。そのネタの方向性はキャプテンちょっと企画っぽいですけど、競馬絡みのネタを。やっぱり競馬のお客さんが絶対多いと思うんで、僕も好きだし、喜ばせてあげたいなという気持ちはありますね。 馬じゃないですけど、一着を予想してもらうみたいな。